可変バルブ機構は、4サイクルレシプロエンジンにおいて、通常は固定されている吸排気バルブの開閉タイミングやリフト量を可変とする機構。バルブをすべて閉じて、特定の気筒の動きを休止させるものも含まれる。4サイクルレシプロエンジンにおいて、効率の良い吸排気を行うには、ピストンの移動速度と吸排気の流速に合わせて、バルブの開閉動作を制御する必要がある。 従来は蒸気のように回転数や負荷によって最適なバルブタイミング及びリフト量が変化するのに対してそれらをある一定の負荷領域で最適となるように固定しそれ以外の領域での効率を規制とせざるを得なかったそれをバルブタイミング及びリフト量を可変とすることによって負荷領域に応じて常にバルブ動作が最適となるように変化させていくのが 可変バルブタイミング機構である。実際の機構には、カムの回転角に位相を与えるもの、形状の異なるカムを複数用意して切り替えるもの、これら二つを組み合わせたものなどが存在する。ベーン式油圧、VVT の内部構造。ロックピン換合により、ハウジングとベーンが固定された状態。ロックピン解除され、位相変化が生じている状態。 スバルアイ・アベルズ・三菱、次世代、マイベック・フィアット、アルファ・ロミオは、マルチエア、ツインエア、部品供給元のシェフラーグループは、ユニエアと呼ぶ可変バルブ機構である。これは、カムから油圧を使って、吸気バルブを開くようにした、可変バルブタイミング機構である。カムで駆動する油圧ポンプと、バルブを押す油圧アクチュエーターの間に、電磁式のリリーフバルブを設けることでバルブを開く。 圧力を調整し、バルブ作動を制御する。バルブを開く油圧が供給されていないときは、バルブはバルブスプリングによって閉じる構造になっている。マルチエアツインエアは、最致し形式をとっているため、カムシャフトは油圧を発生しつつ直接もしくはローラーフォロワーを介して、排気バルブを駆動する形となる。ただしニターの機構自体は DOHC でも利用可能である。 最初の可変バルブタイミング機構の実験は GM によって行われた。排気ガスを減少させるために吸気バルブによってスロットル制御を行うことが目的で、これは低負荷時にバルブリフトを減少させて吸気速度を高く保ち、それによる混合技の細分化を狙っていた。しかし低バルブリフトにおける制御には課題も多く、最終的に GM はプロジェクトを放棄した。 最初の実用的なバルブリフトを変化させる可変バルブタイミング機構はフィアットによって開発された。序盤にーラザにより1970年代に開発されたシステムはカムフォロワーの視点を油圧で変えるものだった。油圧はエンジンの回転数と吸気圧によって変えられた。ありがとうございます。